はい、このまとめフレーズはですね、左手の強化の練習になります。まあリッチ・コツェンさんとかね、好きな方はすぐ分かると思うんですけども、それを分かりやすくというかですね、同じパターンで何回も何回も繰り返すようなシークエンスフレーズになってます。アクセントのリズムとかもずっと同じで繰り返しなので、リズムに乗りながらしっかり、左手のハンマリングプリングを気をつけながら練習してみましょう。それでは行ってみよう。はい、では、ポイントいきましょう。ずっとリズム的には繰り返しフレーズなんですが、まず左手ですね、ハンマリングクップリングの中に、正反も出てきますので、例えば出だしのですね、こうね、薬指1弦に行きつつ2弦にまた戻って重心を移動する。で、プリング、ハンマリング。こういうところですね。あと、指を広げる小指。まず、こういうところのリズムをしっかり。これを練習するようにしてください。で、特に、まあ、これの難しいところですけれども、ストレッチですね。最後の方ですけれども、6弦から。これはかなりのストレッチになります。特にこの後後半小指出てきますね。こういうところですね。これもまた、指が広がるように、親指をあまり上に持ち上げずにですね、できるだけ下に下げて指が広がるようにフィンガリングしていくことを心がけて練習していきましょう。